はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしで、ね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がいかになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、この動画とこのチャンネルがたくさんの人に、よりたくさんの人に届きますように願っております。はい、今週の水曜日ね、また先週と同じようにね、美容室で朝のオープンからね、12時まで働かせてもらいに行ってきたんです。でもね、実は働きに行くのがね、すごい嫌やったんです。まあ、なぜ嫌かったかと言いますとね、まあ、先週働きに行った時にね、僕はこう思ったんです。俺今この店に必要かなってね。まあ朝からね、開店準備をしてお客様が来店されて、まあ、温かく優しい言葉をもらってね、嬉しかったんですけどね、まあ、できることがね、なかったんですよ。掃除や、まあ、パーマーの時のお手伝いとか、まあ、後片付け、あの床のね、髪の毛をほうきで履くとかっていうのはやってたんですけども、でもそれだけなんですよ、できることっていうのがね。まあ、カラーの後のシャンプー、パーマーの後のシャンプーといった、その美容師の技術ができないんです。でもそれはね、まあ、僕の肌の状態のことを考えてのことなので、まあ、仕方がないんですけども、まあ、この16年間の美容師歴というのを思うと、まあ、ちょっとどっか心がなんか空っぽになってしまう思いなんですよね。まあ、そんな気持ちやったからね、ああまた来週水曜日になったら働きに行かなあかんわ、嫌やわっていう思いのままね、過ごしたこの一週間っていうのがね、めちゃくちゃ早かったんです。もうすぐにね、次の水曜日、まあ今週ですけどもね、今週の火曜日になってですね、まあ、オーナーに LINE せなあかんわと思って、まあ、連絡をしたんです。明日また12時まで働かせてください、お願いしますっていうね、 LINE をしました。そして、まあ、その後にね、僕はこう思ったんですよ。あ、明日働きに行かなあかんやん、もう嫌やわってね、もうすごいマイナス思考になってしまったんです。そして当日の朝を迎えました。僕は息子を保育園へ送って、そのままの重い足取りで自転車を漕いで出勤しました。まあ、自転車やったら遠いなーってね、いつも思ってたその道のりなんですけどもね、まあ、その日に限ってね、着くのは一瞬だったんです。お店に着いた僕はね、スタッフと一緒に開店準備をし始めました。その時に思ったんです。この開店準備すら、このスタッフの仕事を横取りしてしまってるんじゃないかなってね。僕はどん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 マイナス思考でね、いっぱいになってしまったんです。もう地獄ですよ、ほんまに。しかしね、不安でいっぱいになっててもね、時間というものはね、待ってくれないんですね。戻ることすらできません。10時になり、11時になり、11時半になり、まあ、刻一刻と時間はね、進んでいきます。そしてね、僕はこう思ったんです。このままやったらあかんな、また先週と一緒の思いせなあかんやん、まあ、そんなん嫌やしって思ったんです。そして11時45分過ぎぐらいやったかな、12時からのご予約のお客様がね、ご来店されました。そのお客様はね、僕を見てね、こう言ってくれました。おー、久しぶりやん、もうええの、優しい言葉で僕を包み込んでくれたんです。その方っていうのはね、お店の近所でね、人気のある鶏肉料理ね、鶏肉料理を専門としている飲食店のオーナーさんなんですよ。しかもそのオーナーさん、飲食店のオーナーさんっていうのはね、僕の勤めてるお店のオーナーさんとね、
幼馴染の同級生でして、いつもねご来店された時にはね仲良く話してくれるんです。そこで僕はね思ったんですよ。あ、チャンスや、俺やっと自分の思った仕事ができるかもしらん。この人は今日はメニューはカットだけやし、カラーもせえへん、パーもせえへんからシャンプーはないな。でもカットはするやろ。カットは薬剤使わへんから、まあ、カットの後のこの細かい毛をね流す、お流しっていうのは俺にもできるはずや。お流しさせてもらおう、絶対そうしようって、そう心の中でつぶやきながら僕はカットが終わるのを待ってました。11時45分に来られて12時15分にはカットが終わる、このね30分間めちゃくちゃ長かったんです。めっちゃ長かったんですよ。あの1週間めっちゃ早かったのに、この30分めっちゃ長いんですよ。待ってる30分っていうのがね。でもね、この30分の待ち時間の間にね、僕こんなことを思ってたんです。もし僕が発した言葉によってオーナーに、いや、いいよいいよ、無理無理って言われたらどうしようとか、そのお客様にもね、怖いわ、お前大丈夫な、いけるんって言われたらどうしようとかね、もうそんなマイナス思考とね、もうすごい格闘があったんですよ。まあそうしてるうちにカットが終わりまして、カットが終わったオーナーはハサミを置いて、お客様の肩にかかってるカットクロスを外して、お客様が座ってる椅子を回転させてシャンプー台にご案内しようとした、その時にね僕はねこう言ったんです。お願いさせてください。もうあまりの緊張でね、声のボリュームもわからんままね言い放ちました。というか叫びましたよね。するとどうでしょう。オーナーはこう言ってくれたんです。おー、いいね、お願いします。お客様も言ってくれました。うわー、嬉しい、ありがとう。もう思ってた答えと全然違ったんです。嬉しかったな、ドキドキしたんですよ、ほんまにね。まあその後はね普通にお流しができました。オーナーはね嬉しいことにね、僕の記念すべき退院初仕事をね動画に撮ってくれたんですよ。こうですね、ねちゃんと仕事してるでしょ、美容師っぽいでしょ、ちゃんとお流ししてますよ、ね、ほんまにね今でも嬉しいですよ。まあ、今のこの気持ちっていうのはね、まあ、こう病気になって入院してしんどい辛い思いをして、まあ、不安にもなりました。このままでいいんかな。でもねこう一歩踏み出すことでね、辛いっていうのからね幸せになったって感じですかね。すごい嬉しかったです。もうどうしようどうしよう、俺仕事してるぜってね、すごいね楽しかったです。もう簡単にね今風の一言でまとめますとね、やばかったです。まあちょっと簡単にね言い過ぎましたけどね、あのね、まあ僕のようにこう病気とかでね、まあ原因は違いますけども、まあ何らかの形で仕事を休んでる方、そして、復帰を考えておられる方でもね、そうなんですけど もう皆さんにこう伝えたいんですけどもね、やっぱ一歩踏み出すことによって道は開けると僕は思いました。だから皆さんも一歩踏み出してください。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届くことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。